早速最初のコーナー行ってみましょう。ひたすら花火、ひたすら花火、ゆうきまおみのポッキャスミー。はい、というわけでひたすら花火というコーナーでしたね。もうちゃんと覚えててくださいよ皆さん。はい、で、あのこの1週間の花火事情ということなんですけれども、やりました。私一足先に花火大会行ってきちゃいました。うん、横浜の。うん、よかったよ。うるさい。その辺はどうですか、ともちゃん。すいません、そこはちょっと。まあみんな変な勘繰りしないようにね。結構そんな大したことないですから。まあいいや、秘密にしときましょう、ここは。まあそれはそれとして、はい、まあ、自分でやる方の花火、この前線香花火をやりましたけれどもね、風が強い日だったんですよね、あれね。映像撮った日がもう速攻飛んでいっちゃいましたね。あの映像を見ててもその火花が全て横にわーって流れていってましたよね。今度そうだな、やってみたいのはやっぱりモクモクモクってなる煙玉とかのやつとか、あと色が変わるやつやりたいですね。誰と？いや誰とはいいですよ、結局ここのスタッフとやる羽目になるだけですから。これね、羽目とかその扱いかよ。やりますよ。まあ、ね、2006年夏は諦めてください。そうそうそう、実はそうそう、裏話しちゃうと、この前その線香花火のね、やろうって言って映像を撮りに行こうって言ってわざわざ花火を買ってきてもらって、もしかしたらこれが俺ら最後の花火になるかもしんねえとか言って、こうスワッチとかジュウユ君とかみんな盛り上がってたんですけれども、撮影のために行ったものの花火をやっちゃいけない場所で実は撮ったもので、あの線香花火1本しかできませんでした。他の花火全然できずに、ひと夏の思い出もまだ作れてませんね。どっか花火ができる場所で花火をやりたいですね。しましょう。次のコーナー行きますか、もう。はい、続いてのコーナーはこちら。夏の思い出、私の思い出、マイサマーメモリー。これコーナーだったの？これもコーナーですよ。せっかくジングル作ったんだからさ、コーナーとして使わないともったいないじゃん。何やるコーナー？これはリスナーをはじめ、まあ、ここにいるスタッフ皆さんの課題自由研究のコーナーです。で、まあディレクターのスワッチ、はい、サイコロの目はもうそろそろ進んでますか？なんか笑ってごまかそうとしてますけど、じゃなく、口だけの音がダメよね。違うんですよ、違うんですよ。ちょっとおじいちゃんの遺言でですね。なんだそれ。7月の夜はサイコロ振るなって。わけわかんない。言われてる。そんなピンポイントな遺言あるか。8月に入ったらもうガンガンやりますね。8月に入ったら。すいません、頑張ります。なんかね、ここだけのこう、なんていうんですか、ノリだけで言ってる感じっぽいね。でも我々は追求しますよね。やりましょう。はい、2万回振ります。2万回振ってください。はい、8月になったら毎日スカイプ入れてやる。どうする、みんなもなんか一つずつ目標決めちゃう？ともちゃんなんかある？2年ぐらい彼女がいないんで彼女を作る。いやー、それは夏の間には無理だな。無理だね。だけど女性リスナーの人にいい男の条件とかちょっと入れてもらいたいよね。彼女を作るために。彼女を作るのは自由研究じゃないと思う。そうだよ。じゃあ、ね、彼女ができるように男を磨くは、うん、聞いてた。男を磨く、そう。彼女を作るために男を磨く自由研究。はい、いいね、いいね。俺なりにそういう研究をじゃあやるとして、ゆうこりんは何かありますか？じゃあ私はウクレレをですね、はい、実はいただきまして、先日。もういただいたんですか？できるの？いや、できないんですよ。おう、なのでちょっとウクレレ日記でもちょっとやってみようかな。あー、ジングルのやつやってもらえる。あー、ウクレレジングルいいじゃん。いいで、ね、できるまで頑張ってみようかな。じゃあ、はい、私もウクレレ持ってるんで、じゃあぜひセッションしましょうよ。ウクレレセッション、ユニット組む。
ウクレレズ。ウクレレズ。あ、じゃあ、ポッドキャストミックス。そのままやん。じゃあ最後に、ちゅういくん。リスナーのみんなもね、うん、あの、何やるかっていうのを入れてから、うん、毎週毎週、毎日でもいいよね。うん、スカイプに、どんどん入れててほしいよね。いやいや、流してるけど、何もしないってこと？じゃあ続いてはラジオでもやってる。いや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 、ごまかされませんよ。進行しとんの。もう、スワッチが怒るから、俺は2万回振るんだぞって言って。本当に検証になるんですよ。そうですよ。間違いない。わかった。例えばリアップを使ってみたら、まあ、別に髪は全然薄くないんですけど、中井君は。じゃなく、なんかそういう体験レポ系とかもいいですよね。ちょっと来週までに考えてみます。あ、それも考えてくることも課題ってことで。はい。リスナーのみんなもね、まあ。うん。リスナーの皆さんもぜひぜひ入れてください。まあ今のように何でもいいから一つ達成してみようという、自由研究の課題でもいいですし、あとこちら側で提案しているのが、続いてはラジオでもやってる進めちゃった。まあそういうのでいいんで皆さん送ってください。皆様もやるんですけど、ダイエット日記でもいいですよね。皆さんが気になるあれやこれやこんなダイエット教えてください。はい、まあなんてことをご提案させていただいております。